さて、盛り上がっているようで何よりだが、改めて私の方から挨拶をさせていただきたい。まずは今回の実践テストへの参加に快く応じてくれたことに重ねて感謝したい。何分開発が急だったので懸念も多かったが、想像以上に素晴らしい成果を確認することができた。テストで判明した不具合については速やかに対処し、すぐにでもアップデートさせていただこう。社外テスターの諸君やそうでない方々も含めて、今後とも我が社といい関係を結んでくれると幸いだ。やはり底知れない感じがするな。ああ、黒の工房長ほど悪辣じゃないと信じたいところだが。同じくらい得体の知れない企業だとは思いますが。いやー、今回は俺が来て正解でしたわ。うさんくさすぎてガイウスとか向かへんでしょうし、セリスとかひっくり返しかねんでしょうから。あやつの気質ではな。だがそういうお主は、この体については感謝してるけど、かなりの借りを作っちゃったのよね。ああ、マイスターの行為とは別にね。さすがはラツワン GM、 いや CEO 陣の意向かな。ご存知かもしれないが、現在我が社は共和国のサル計画に全面的に協力している。社内リソースの大部分を割いているため、いろいろ手が回らないところも出てきていてね。その意味でもしかしたら間接的な形で皆さんに何らかの打診があるかもしれない。もちろん強制でも何でもないが、興味があれば検討をお願いしたいところだ。ん？何かあんのか？アルティナさん、エプスタイン財団の帝国支部にも所属しているそうですけど。ええ、ひょっとして？うちからはなんとも。まあ昭和ル GM ならではの裏技やな。さて、お堅い話はこのくらいにして、本日は諸君にホテルの部屋も用意してある。ラバンス市内の三つ星ホテルだ。どうか心ゆくまで疲れよう。失礼。いや、申し訳ない。たった今興味深いニュースが届いてね。カルバードからの実況中継だ。せっかくなのでこの場で映像を出そうか。先ほど大統領府より急遽発表された通り、2回目の動力ロケットの発射が行われるようです。3回目の有人宇宙飛行の安全性を確認する予行演習という位置づけとなりますが。何？予定だと2週間後では？前倒しされたということか。いよいよ打ち上げのカウントダウンが始まるようです。現地 3D カメラの接続許可も出たか。アールトン SC AR にしてくれたまえ。ああ、もうこんなの不意打ちやろ。でもせっかくや、かぶりつきで見させてもらうで。これはさっきと同じ AR 映像かよ。カウントダウンを開始。ディス、ヌフ、ユイ、セット、シス、サンク、カト、トロワ、ドゥ、アン、ゼロ。
が？戻った。 AR で終えるのはここまでだ。あとはプロメテウス4からの映像となる。エルシオンでもたどり着けなかった場所か。となると本番の搭乗ユニットチューンは共和国軍のアサルトフレームですが、あの機体バランスは。こちら通信観測衛星プロメテウス4、有人シミュレーション筐体 EXD とのリンクを完了しました。現在コックピット内気温20度、機密シールド正常、酸素濃度基準値クリア。これより24時間待機の後、帰還ミッションへと移行します。スターテイカー計画第2段階のフェーズ1が完了したことを宣言する。 EXD の帰還が成功した暁には第3段階も前倒しに実施されるだろう。本日の打ち上げは急遽前倒しとなったが、次こそは大統領府の事前発表がある予定だ。それほどお待たせはしないだろう。引き続き本計画への応援をよろしくお願いする。ゼク宇宙軍基地司令センターからの中継をお伝えしました。帰還ミッションの結果についてと今後の日程については判明次第。すぐに共和国に戻るとするか。ええ、どうやらいろんなもんが前倒しに動き出しそうですからね。各種中間報告は済ませました。私もこのまま出航業務に戻れます。じゃあ一緒に戻りましょう。お兄ちゃん、ミラベルさん、 GM さんに皆さんもお世話になりました。あの筐体のシルエット、もしかしなくてもあれが。ああ、俺たちが共和国に非公式に招待された主目的だろう。お二人の相棒と共にですね。俺の機体は帝都空港から民間の飛行船貨物に偽装して、クローの機体は自由都市圏からわざわざこちらに運んだんだよな。ああ、せっかく足場を固めてたのに現地当局に借りを作る羽目になっちまった。まあ各種交渉関連費用も含めて全部共和国が肩代わりしやがったが。そこまでしてお二人をどうしてバーゼル市に招待するのか、あのルーファスさんが動いているのもかなり気になりますし。さすがに2年前のような怪しげな動きはしないと思うが。旦那は気にするだけ無駄だろう。あの GM とも気が合ってそうだしな。ってそういや、さっきのは何だったんだ。察するにエプスタイン財団方面で何かあるみたいだな。ええ、実はプラトー主任から連絡があったばかりなのですが。
時は至った。八王が一振りとして回転の地へ至るべし。黒神との立ち合いの果て、己が誠の獲物を見出すがよい。宇宙計画ってどう考えても何か変よね。エリュシオンが届かなかった領域に手を伸ばしているのは驚きだけど、ルーファスはどうするつもりなの？立場上あまり目立つつもりはないさ。君の新素体の鳴らしもあるからね。予定通りスウィン君たちと合流しつつ、バカンスとシャレ込ませてもらおう。ナディアとスミ、この体を見てどう思うかな。いや、前の体は見てないけど、溢れんばかりのキュートさやと思うけどな。さすがはローゼンベルク、そして君ならではの魅力なんやろう。そうかしら。そういうケビンも悪くない名前ね。70点、69点くらいは可愛いかしら。言いつつ渋めの点数やね。しかも言い直して下がっとるし。忖度しないのが彼女の美徳だからね。ちなみに私は85点だった。あんたもさりげにマウント取ってくるし。まったく。ともあれ、乗せてもろうて感謝ですわ。ラマンスの空港までとはいえ、MK の送迎は遠慮したかったところですし。君の肩書きを考えると直接乗りつけてもおかしくないだろうがね。第5位千の守り手殿。いや、今は違うのかもしれないが、そのあたりもこんな形で我々に話を持ちかける理由なのかな。さすが元鉄血の筆頭にして世界をたばかった極悪人なだけはある。さっきはアークライドたちに先生もいたから話せへんかったけど、こっからは悪い大人のターンや。ある目的のためしばらくの間あんたたちを雇わせてもらえへんかな。焚きつけすぎたかな。彼らをテストメンバーに選定したのはあくまで危機管理 AI の判断。まあついでに他の諸案件を片付けさせてもらったのは確かだが。たく、あんたほんま性格悪いな。リゼットにくらい本当のことを教えたってもええんとちゃうか。だが今後を考えると確かに必要な布石ではあるだろう。事前連絡もなく早められた第2段階、すでに届いた第3段階の日程を考えると、こちらもギリギリの対応となるはずだ。それを、なあ、もうあの池落ち大統領も何考えてんねん。いくら得体の知れない動きがあるからってあまりに急ぎすぎとちゃうか。とはいえこちらが難色を示せば食い込んだ足場を無駄にしかねないからね。定常は財団に丸投げで構わない。せいぜい関係者も含めて頑張ってもらおう。我々はあくまでリソースを集中するだけだ。共和国が進めるスターテイカー計画、いや大統領閣下の剣を突き立てる計画に。
予想の数倍は盛り上がってるね。おっと、カンパネルラ、一体どういうつもりかね。メールを見たが、こちらを手伝えないとは約束が違うんじゃないのかね。ごめんごめん、僕も忙しくてさ、ちょっと表の状況が入り組みすぎてて裏を手伝う余裕がなくなりそうなんだ。今さらなんだね。だいたいハウッドもいるはずだろ。見届けは必要だろうが、それ以外はあの男とイスレあたりに任せればいい。いや、それがあのおじさん昨日から外国に出張したみたいでさ、適当に進めといてくれやって頼まれちゃったんだよね。なあ、まあ第三計画の一環らしいし、あの方も認められたみたいだよ。そんなわけで忙しくなりそうだから、片手間くらいしか手伝えないかな。もういい、ならば君には頼まん。まったくハウッドへ、日頃から私がどれだけ協力してやってると思う。こうなれば新人も含め動けるナンバーを手当たり次第。新人ね、両方それどころじゃなさそうだけど、他のメンツは厳しいとして、この二人ならいけそうかな。ごめんごめん、カンパ君、ちょうど生配信してたとこでさ。やあ、見届けを始めるみたいだが、追加の手が欲しくなったのかな。察しが良くて助かるよ。と言っても僕の方がメインじゃない。計画の裏、博士の案件のフォローを頼みたいんだ。はあ、例の MK 絡みだったか。博士か、お世話にはなってるし、遠隔なら手伝ってあげなくもないかな。よろしく頼むよ。裏とはいえ一応こちらにも関係しそうだからさ。あの方の最終計画、その第三段階たる英語回帰計画にね。どうもお疲れ様でした。は、完璧じゃねえか。悪い気はせんかな。